夫一世は神聖ローマ帝国の皇帝、並びに東フランク王及びイタリア王。ザクセン朝初代皇帝、第二代の王で初代国王ハインリヒ一世の子。形外化して消滅した皇帝の称号を約40年ぶりに復活させて国政を確立し、神聖ローマ帝国の初代皇帝ともみなされる。夫大帝とも呼ばれる。彼の時代に、 アブド・アル・ダフ・マーン3世から施設があった。912年、ザクセン大公ハインリヒとその日、マティルデとの間の最初の子として生まれる。ハインリヒは先に、ハーテブルクという女性を妻にしており、タンクマールという息子を設けていた。父から見て次男にあたる。しかし、マティルデの美しさに魅せられ、ハーテブルクを修道院に放り込んだと言われる。919年、 父ハインリヒが国王として選出される。同じ年に弟ハインリヒが誕生。母はこの弟を溺愛した。929年、クベトリンブルクにてイングランドの王女、エドギタと結婚した。この時、不王は夫を自らの後継者として初対抗に認めさせた。夫はニーズマにマクデブルクの地を朝の贈り物として送った。その地こそは彼にとって、 青春時代を過ごした思い出の土地であり、後に東方へ進出する際の最重要拠点となるものである。930年と931年、マクデブルクにて息子リュードルフと娘、リュートガルトが生まれる。936年、ハインリヒ一世が没すると、初対抗は夫を自分たちの王としていただくことを承認した。ただ一人、母のマティルデのみはこれに反対し、 弟のハインリヒこそ国王にふさわしいと主張した。オットーはカール大帝に習い、大冠式をアーヘン大聖堂で挙行する。そこで、というの儀を受けることにより、自分がカール大帝の意志を継ぐものであることを世に示した。初大公を我が名優と呼んで対等に扱った、ハインリヒ一世とは異なり、オットー一世はあくまで上に立つ者としての姿勢を貫いた。 それに不満を持つ者も多く現れ始め、938年から翌年にかけて反乱が続発する。世から忘れ去られていた、夫一世のイボアに、タンクマールや弟のハインリヒが反乱軍の旗印として掲げられた。主な加担者は、フランケン大公、エーバーハルト、ロートリンゲン公、ギゼルベルト、そしてバイエルン大公、エーバーハルトなどである。 苦戦する夫を一世のもとに、シュバーベン大公ヘルマン一世が応援に駆けつけ、これによって彼は危機を脱した。イボアに、タンクマールと反乱の加担者たちは戦死、または亡命した。弟、ハインリヒのみは母マティレデの取りなしで、この時は咎めを受けなかったが、941年に、再び兄の暗殺を計画して、修道院に遊兵されることになる。 夫一世は当主を失ったフランケン大公領を自らの直轄地とした。危機を救ってくれたヘルマン一世に対しては、その幼い娘、イーダを未だ10歳に満たない自らの着手、リュードルフと婚約させ、将来の王妃の地位を約束することによって彼の牢に報いた。実は、これは将来シュバーベン大公領を息子の支柱に入れることを目的としたもので、 夫一世の新たな政略の一環であった。大公領をすべて自分の近親者に収めさせることで、再度の反乱を防ぎ、王国の統一を図ろうとしたのである。その後944年には、娘リュートガルトの婿である、ボルムス博及び、フランケン大公のコンラート赤毛公に、ロートリンゲン大公の地位を与えている。947年、夫一世は、母の懇願を入れて、 ハインリヒを許した。ハインリヒは、夫一世に強順を誓い、以後はその片腕として活躍するようになる。夫一世は彼に、バイエルン大公の地位を与えた。こうして、本来の直轄領であったザクセンに加え、フランケン、シュバーベン、ロートリンゲン、バイエルンのすべての大公領は、夫一世とその近親者の小中に収められた。王妃エドギタの死後、夫一世は、 リュードルフをそば近くに置いて、自分の補佐をさせたいと考えた。しかし、リュードルフの方では、父の言いなりになることを嫌った。妻イーだとともに、義父から継いだ、シュバーベンの大綱領などに身を置き、自分の名前で貨幣を発行したり、ザンクトガレン修道院の文献の整理を奨励したり、セリョウインなどの公共施設を整えたりと、自分の力で政治を行えることを示そうとした。 950年、イタリアの王位継承権を持つイタリア王ロター・リオ2世の未亡人、アデラ・イデが、夫を一世に救いを求めてくる。イタリア王位を狙うイブレア編強博、ベレンガ・リオとその息子、アダルベルトに結婚を迫られ、断ったために遊兵されているというのである。リュードルフは、父の許可を得ないまま、いち早く、アルプスを越え、アデラ・イデの救出に向かった。 夫一世は激怒し、弟ハインリヒト婿コのコンラート赤公に後を追わせ、自らも大軍を率いてイタリアへと遠征する。結局、ベレンガーリオフ氏は敗れてアデライーでは無事救出された。この時、夫一世はカール大帝のようにローマで提案をいただきたいと望んだが、それは果たされなかった。夫一世は勝手な行動をとった息子を許さず、 リュードルフが果たした多大な功績はすべてハインリヒとコンラートのものとされ、彼らは十分すぎるほどの報奨を与えられた。コンラートは名誉を剥奪された義兄弟に同情的であり、敗れたアダルベルトともヨしみがあった。コンラートは夫を一斉にベレンガーリオフ氏の許しを乞い、新たに認じられたイタリア総督の地位を辞して、不死がその椅子を得られるように取りました。 結局、夫一世はこれを入れたが、それはイタリアをも自らの近親者に収めさせようという計画に反するものであり、この件での対立以来、夫一世とコンラートの折り合いは以前ほど良好なものではなくなった。951年、夫一世は自分の娘と同年のアデラ・イデを5歳に迎え、イタリア王を名乗った。翌五十二年、彼女が男児ハインリヒを生むと、 その公正党なを継ぎとするつもりであるかのような態度を見せ始めた。リュードルフは当然面白く思わず、大規模なクリスマスパーティーをザールフェルトで主催した。その席には、妹のリュートガルトとその夫のロートリンゲンコーコンラート、マインツ大司教フリードリヒラ王国の有力者が呼ばれていたが、この共演で陰謀を企てているのではないかと疑いの目を向けられることとなった。 953年、王国全土を巻き込む大反乱が勃発した。首謀者は王の息子リュードルフと王の女性、コンラート赤外交であった。王国内でも最も力を持つ二人の王族に前年のクリスマスパーティーに招かれた者たちをはじめ、諸公の多くが味方した。コンラート赤外交は、ロートリンゲン大公位を剥奪された。夫一世は、 弟ハインリヒともども窮地に陥るが、翌954年、ハンガリーから当時は、ヒキリスト教徒であった、マジャル人たちが攻め込んでくる。ハインリヒは、異教とどもは、リュドルフらによって国内に導き入れられたものであり、反乱に加担すれば、国の領土を分け与えようという提案を、売国奴どもから受けているという情報を流した。これが功を奏し、リュドルフとコンラートは味方を失い、 レーゲンスブルクに追い詰められた。無実を訴えつつ、牢状を続けていたが、飢饉が起こったためやむなく、夫を一世に降伏した。リュードルフは、シュバーベン大行為を剥奪され、執去処分となった。ここに来て、夫一世は、近親者によって、統治を固めるという政策の脆弱さを知る。代わりに、ゲルン大主教となっていた末の弟ブルーノに、 ロートリンゲンの統治権を与えたのを契機として、聖職者による統治政策に切り替えることにした。オット一世はブルーノを自分の秘書として登用した。また、かつて戦災、江戸ギタに朝の贈り物として与えたマクデブルクに大聖堂を建立し、そこを拠点にキリスト教の布教を口実にして東方へ進出することを試みた。955年。 国内に侵入したマジャル人たちはまだ撤退しておらず、レヒカファンのアウクスブルクを攻撃する。軍勢を率いて、オットー・一世は戦いを挑むが、戦局は不利であった。実況処分中であった女性コンラート・アカゲコーが救援に駆けつけたことで、事態は好転し、オットー・一世はマジャル人たちを撃退することに成功する。コンラート・アカゲコーは、この激戦の中で戦死したが、 このレヒフェルトの戦いの勝利で、オットー一世は、キリスト教国を異教徒とマジャルノカか,から救った聖なる、戦士として称えられ、ヨーロッパ中の注目を浴びるようになる。定官への大いなる一歩であった。960年、イタリアの統治を任せていたベレンガーリオとアダルベルトの不死が、ローマ教皇ヨハネス十二世を攻撃し、教皇はオットー一世に救援を要請した。 961年、夫を一世は、アデライデとの子でわずか7歳の夫を二世を、自らの共同統治者として体感させると、再び、イタリアへ遠征し、ベレンガーリオフ氏を成敗した。10年前とは異なり、十分にその力を周囲に認められていた夫を一世は、962年2月2日に、ローマにおいて教皇から定官を授けられた。 神聖ローマ帝国の国語が使われ出したのは200年後の13世紀であるが世界史ではこの時をもって神聖ローマ帝国の誕生としている。また800年のカール大帝の体感をもって神聖ローマ帝国成立とする見方もある。968年、夫一世はかねてよりの悲願であったマクデブルク大師教座の設立に着手する。これは マクデブルクに大司教座を設置することで、自らの利権が奪われることを危惧していた諸子のマインズ、大司教ビルヘルムとハルバーシュタット司教、ベルンハルトの死によるものであった。これによってマクデブルクは、ハルバーシュタット司教区から独立して、広塚さ教区となり、ハーフェンブルク・ブランデンブルク・マイセン・メルゼブルク・ザイツが、その属司教区となった。マクデブルクの聖マウリトス大聖堂にある夫の、 執疑皇帝を手にした、オットー一世は、その後はイタリアに滞在し、この国の統治に不信した。967年、オットー二世を共同皇帝に任命し、972年には、東ローマ帝国から王女、テオファネをその日として迎えた。テオファネは洗練された東ローマの文化をもたらした、ことで、この国に多大な影響を与えた。後継者たちに後を任せ、 1> 夫一世は973年、最も気に入っていたといわれる、中林源のメムレーベン宮殿で61年の生涯を閉じた。亡骸は、マクデブルクへ運ばれ、江戸ギタの隣に葬られた。定位は、夫二世が継承したが、1002年に、夫三世が崩御して直径が断絶、弟、ハインリヒの孫のハインリヒ二世が定位を継いだが、 このないまま1024年に放御、ザクセン朝は断絶した。ハインリヒ2世の後を継いで皇帝に即位、ザーリア朝を開いた、コンラート2世は、コンラート赤毛公とリウトガルトの彦である。エドギタとの間に一男一女を設けた。アデライーデとの間に三男一女を設けた。スラブ人女性との間に諸子が一人いる。ありがとうございます。